はい、パンチショットって、左手はね、もう本当にフィンガーで持つんだけど、フィンガーというか浅く持つんだね。浅く左手は持つんだね。ストロングは絶対ダメで、こうこの2本の指で挟んだまんまさ、こう逆骨っていうのをこうボーンボーンってこうなんていうのかな、トーダウンしないようにこうポーンって打つんだよね、パンチショットっていうのはね。で面が変わんないで打てるってよ、パーンってね。でそのこうこのまんまこうボックスでこうヒュッコーンってさ、こういう風に入れちゃダメなのか、こうパンチショットはね、パーンってなんていうのかな、こう遠側からクラブがフショーンって入ってくみたいなさ、パンチショットを開いてラフからスポンってやんないとダメだったね、昨日のあの夏のこう芝はね。でそういうショットでこうワンクッションでシュッてやるゴルフっていうのがうまかったね、ああいう青木功とかね、海老原誠司さんとかね。でそれでなんていうの、勝ってたよね、見てるとね。でああいうの私真似してやったけどね、まあできるかね、こうカポーンってこういうのね、こういう動きね。